今回は現在話題の AI により楽譜データからボーカル音声を自動で生成してくれるアプリケーション NewTORINO。こちらの設定や音声を書き出すまでの一連の工程を解説していきます。<music> まず最初に NewTORINO は Music XML という形式の楽譜データをもとに音声の合成を行うプログラムとなるためこちらの準備が必要です。Music XML は音の長さや高さ、ピッチ、 歌詞といった演奏に必要な情報が含まれたデータとなり、譜面作成ソフトなどでよく目にするフォーマットになります。今回はマニュアルの通り、この Music XML データの作成に MuseScore という譜面ソフトを使用しますが、ドリコやフィナーレ、Notion などの別の譜面作成ソフトや一部の DAW でもこの Music XML の書き出しに対応しているものがあります。では早速、MuseScore を起動し、簡単なメロディーを打ち込んでいきます。 ミューズス,スコアが起動しましたら、まずは楽曲の調合を設定します。画面左側に調合という表示がありますので、こちらをクリックし目的のものを選択します。あとは音符の長さをこちらから選択し、五線譜上に入力します。音符の入力が完了しましたら、次に歌詞を入力していきます。 歌詞を入力したい音符が選択された状態で、メニューから追加、テキスト、歌詞を選択すると、このようにノートの下に歌詞を入力することができます。ニュートリノは使用として、1音符に対して2音を発音させることができませんので、ここでは必ず1音符に対して1文字のみ入力します。一通りの内容が入力できましたら、楽曲テンポを設定します。 先頭の音符または給付を選択した状態でメニューから追加テキストテンポをクリックするとテンポ表示が追加されます。今回は BPM を120としておきましょう。次に Music XML の書き出しを行います。メニューからファイルエクスポートを選択しファイルの種類を非圧縮 Music XML に設定します。保存場所はニュートリのフォルダー内にあるスコアの中の Music XML に設定します。 ファイル名は後ほど必要になってきますので、半角英数文字で覚えやすいものにしておくと良いでしょう。今回はファイル名をテストとしておきます。次にニュートリノの設定へ進みます。まずは、ランと書かれたファイルを右クリックし、メニューから編集を選択するとメモ帳でファイルが開かれます。このテキストの内容を変更し、各種設定を行いますが、まずは先ほど書き出しを行った Music XML を参照しなくてはいけません。 プロジェクトセッティングスのセットベースネームイコールこのイコールの後に作成した Music.xml のファイル名を入力します。ここでの注意点として .music.xml という拡張子は含まずファイル名のみを入力します。ここからは必須ではありませんがその他の主な設定としてこのニュートリノからは音源の変更が行えます。このイコールの後を用語と置き換えることでもう一つの音源に切り替えることができます。 また、セットフォルマントシフトイコール1.0と書かれたこちらからは、声の質感が変更でき、数値を上げると子供っぽく、下げると大人っぽい声色に設定が可能です。マニュアルでは0.85から1.15の範囲での設定がお勧めされています。各種設定が完了しましたら、メニューのファイルから上書き保存をしメモ帳を閉じます。次はいよいよボーカルデータを生成させます。 まずは、現在保存した ran というバッチファイルをコマンドプロンプトから起動させます。ニュートリノのフォルダを開いているエクスプローラーのアドレスバーに cmd と入力し、リターンキーを押します。そうすると、コマンドプロンプトが起動しますので、ran.bat と入力し、リターンキーで実行します。あとは、ボーカルのオーディオデータが自動で生成されますので、しばし待ちます。end という文字が見えましたら、コマンドプロンプトを閉じます。 ののフォルダー内部のアウトトプットを確認ししてみましょうこのようにボーカルの音声ファイルが生成されたことが確認できますこちらを一度プレビューしてみましょうドド特に演奏指示がなくともこのように人間味のあるボーカルが作成されました ニュートリノはありがたいことに現在無償配布が行われておりますのでぜひこの機会に AI ボーカルを作品に取り入れてみてくださいこの動画が参考になりましたらグッドボタンチャンネル登録もお願いいたしますご視聴いただきありがとうございました